こうなって第2レースの発送ですさあインコースから1番の松本和氏がまずは自ら前を取りに出ました早速3番の木成内マークを取ります5番の伊坂博俊がただいま3番手そして4番の飯塚直人がこの後1社車,車を進めて九州勢のまとまりを前段に作りそうですこの前4人から大きく距離があっているのが5番手2番の藤井勇希 追走マークは同県山口初連携です6番の村上清隆で7番の川本茂はこの同県コンビを追って267のひとまとまりです3対1対3で対列は1列棒状ですまもなく2周回目に入ります前受け1番の松本和志は口角をコンスタントに優出しています追走3番の木納車検への貢献度合いは悪くありません4番の飯塚が2人の後ろを固めています5番の井坂は短期切れ目で初手は4番手 そして2番の注目藤井幸は後ろ攻めで5番手です、まあ、コメントは先行への意欲みなぎるものでありましたその後輩の奮起に続きたい6番の村上そして2人を7番車川本が追っています3コーナーから4コーナーへと向かっていき2番の藤井が動き出した2センター車を外へと持ち出しまして4コーナーを回り切ったあたりさあじわりじわり上がっていきます それを見る前受け1番の松本がどうするか突っ張ろうと踏み込んだ1コーナー2番の藤井も足を使って前へ出ようとする両者の踏み合いです1センターから2コーナーカーブさあ1番の松本か2番の藤井か先手を取るに意欲的2番の藤井の後ろなんですが3番の木中6番の村上をさばいて1番の松本を満点に迎え入れましたこれで7番の川本は前から数えて5番目後方では4番の飯塚最後尾短期5番の伊坂 レースは最終周回の1コーナーを回っていきますさあ2番の藤井裕樹がかけていく番手では車間を切っているのか1番の松本和志さあ二角まくりで一気に巻き返していきました3番の木名そして6番の村上がその後ろただ2番の藤井が番手にはまりました3番の木名が3番手4コーナー回って直線に入ります1番の松本先頭1番の松本が先着しました2着2番藤井3着3番の木名か第2レースチャレンジ予選競争の2組目です 2分戦ながら思いのほか位置の入れ代わりあった競争でありました結果的には番手まくりの1番の松本2番の藤井も出られはしたんですが番手にむしろハマってそして3番の木永が3着で入選1番、2番、3番の入選態勢です。決定放送をお待ちください第2レースでした